雑草,とい,う草はないという言葉は昭和天皇も引用した1,500種以上の新種を命名した日本植物学の父の牧野富太郎氏1862から1957年のことである本県にも約90年前に訪れ飛島で研究者と交流した 牧野氏の来県に関係者は湧いた飛び島への船便も少ない中記念写真を見ると50人は集まっているこの中に樹氷を研究した旧制山形高教授の安西徹氏初代県立博物館長の結城義美氏がいた安西氏は案内役を担い 若かりし結城氏は牧野氏をまねた植物標本を作成した来賢時は69歳前年に秋田側からと見られるが鳥海山に登るなど精力的だった4月に始まる NHK 連続テレビ小説「ら漫のモデルだ県立博物館は企画展で 牧野氏が飛島で採取した植物標本の実物をはじめ当時の写真結城市への年賀状など足跡を紹介している同時代の植物学の大家に米沢市出身の小泉源一氏がいる学者肌で植物分類地理学会を創設した一方の牧野氏は奔放で 学会では疎まれた面も対照的な2人だが実は関係が深く小泉氏は牧野氏の家から東大に通っていた鮮やかな山形の春も2人の話題に上ったろうか